平もともとはお笑いじゃなくて格闘家を目指してたってこれ本当何ですかあのもともとまあちょっとお笑いを東京出てきて始めたんですけども、うん、ちょうど k 1が大ブームな時であ,あ,あったあったあったで僕ももともとラグビー部で体あの結構自信あったんですよ体力にあった本当にそういう合体してるよね <laughs> そうですよねもう筋肉だけで1 0 0キロ近くあってえっ、ー これ見てても楽しいしこれこの体でやれば即戦力なんじゃないのかなと思ってあんた全部冷静に語るね自分のことそうなんんすすよよそそのぐらいい勢でで行ったしたらやっぱりねそのプロをずっとね長いことを目指してる人たちの技術の違いっていうのをまざまざと見せつけられましてもう赤子の手をひねるかのようにこの僕のこの体でですよボッコボコにされまして実際に何ジムか何か入ったの あの極真空手とか、うん、あとはその流れでキックボクシングとかもやったんですけどほいやまあ歯が立たなかったですね <laughs> あそうよく試合中は試合はあの選手なんかアドレナリンが出て痛みを感じないってよく言うじゃないですか <laughs> いやいやいや,いや全然痛いんですよ <laughs> そうなのまあこれ性格なんでしょうね痛,痛がり痛がり, <laughs> 痛がり <laughs> それはあの例えばさ子供の頃から、はいはい、腕っぷちはあれあの自信があってあ強かったですね体力はずっとったよく喧嘩して勝ってたのもともといじめられっ子ではあったんですけどいじめられっ子ただ別にそのやられてもダメージを負わないいじめられっ子だったんですよ <laughs> いじめられっ子じゃないじゃない結な <laughs> 体の軸に自信があって <laughs> 体だってあなたもともとガタイはしてくるかいいんでしょなのにいじめら,つけられんだだからこっちが何もしないからゾウ、うん、さんみたいな存在であーなるほど、はい、ニコニコはしてるけどだからニコニコしててやり返さないって分かってるからこそ、うん、みんなこうちょっかい出してくるようなな、うん、なるほどなるほほどどそのストレスもどっかで溜まってたんですかねちょっと一念発起でやってみようかなってやったら、うん、やっぱり。 プロは違うなとかあとはもう外国人の選手は殺しに来るんだなっていうのをその場で知ってここれはちょっとととやめとこうかなと <laughs> それはど,どのぐらいの期間でもう諦めついたわけそれはでも、まあ、4年ぐらいやってまあ、でも選手コースでは1年半ぐらいでやめましたねうん。だけど何だかで4年もやってたのそうですねそれくらいはあ、はあ、<laughs> だなな誰がも目指してたの <laughs> の中ではもともとね k 1の全盛期で、うん、ピーター・アーツとかあ<ー>あのフランシスコ・フィリオとかが <laughs> 自分突っ込んじゃってあの, <laughs> あの辺がねその立ち技で華麗な足技でバッタバッタ系を積み重ねてる時期で、うん、あれをねちょっとね見てて憧れちゃったんですよねそれ少年が漫画の世界に憧れてるんで,で,ですああちょっと昔で言うと空手バカ一代で空手バカ一代、はい、ああいう憧れのもとに始めたんですけどね <laughs> いやまあみんなすねが硬くて手つけてるみたいでした <laughs> 鍛えるもねすね今今でもさだけどさガタいいけどなんかまだやってんのいや今はもうその時の名残が残ってるだけで <laughs> それなりにポチャっとしてきましたね。あ,あそうですか。やっぱりがタが良すぎると、そのお笑い芸人だと少し笑いにつながりづらいっていうところがあるんで。<laughs> あんた分析してんね。<laughs> 冷静に,確かに。確かに笑える体ってあるからね。そうなんですよね。そうですね、確かに、ね。中山筋肉みたいに筋肉を別に使うわけでもないですし、<ー>どっちつかずになっちゃうんで。<laughs> なるほど。少しずつ落としていこうかなってしてる作業の最中ですね、今。う